海軍飛行予科練習生の制服海軍飛行予科練習生とは、大日本帝国海軍における航空併用成制度の一つ。志願生。ヨカレンと略称で呼ばれることが多い。英語では、ネーバルアビエータープリパラトリコーストレイニーと訳されている。軍隊が航空機利用し始めた時点では必要と。 される能力の高さから、操縦訓練は少年期から開始するべきという考えが提唱され、アメリカでは1907年からフライトカデットを、イギリスでは1919 19年にロイヤルエアフォースカレッジ・クランウェルを創設した。この制度で優秀な操縦士が誕生したことで、各国の軍では燃焼者を操縦士候補生として採用し要請する制度が広まった。 日本では1929年12月、海軍省令により余下練習生の制度が設けられた。将来、航空特務士官たるべき素地を与えうるを主眼とされ、応募資格は高等小学校卒業者で、満14歳以上20歳未満で、教育期間は3年、その後1年間の飛行船技教育が行われた。全国からの志願者5807名から79名が、 合格し、1930年6月、第1期生として、横須賀海軍航空隊へ入隊した。1936年12月、予科練習生から、飛行予科練習生へと解消。1937年、さらなる幹部と上位に育成のため、旧制中学校4学年に1学期終了以上の、学力を有し年齢は、満16歳。 以上20歳未満の志願者から、公主飛行予か練習生制度を設けた。従来の練習生は、おつ主飛行予か練習生と改められた。海軍省は、公費の募集の際、待遇も進級も、海軍兵学校に順図と検討し、受験資格も、海軍兵学校の応募資格と遜色なかったために、海軍が新設した、航空士官学校との認識で公費に入隊した。 例も多かった。ところが、兵学校総統の難関試験に合格し、晴れて入隊した練習生に与えられた階級は、海兵団で訓練中の新兵らと同じ最下級の四等水兵で、制服も水兵服であった。それらの低滞群に失望した練習生たちは、飛行隊では決して口にできない不満を、故郷に帰って発散し、 よかれんには来るなそんなことを地元の出身中学で堂々と言ってはばからぬ練習生が後を絶たず不満はさらに膨れ上がりついには第3期生がストライキを起こすという前代未聞の事態に発展してしまった人気を回復するため海軍省は苦肉の策として不評であった水兵服を廃止し軍学兵と同様の短ジャケットに桜に怒りの七つボタン 可視官型軍防を制定した。ちなみに、当時の公費募集の内容は、極めて単年すなわち近々約5年半にて、すでに海軍航空中堅幹部として、最前線において、縦横無尽にその技量を発揮するのである。ついで航空特務上位となり、自後累進して、海軍少佐、中佐ともなり得て、海軍航空高級幹部として、活躍することができるのであるであった。 1940年9月、海軍の貸し官兵からの体内選抜の制度として、従来から存在した操縦練習生、偵察練習生の制度を、余下練習生の一種として取り込み、兵種飛行余下練習生に変更した。1942年当時の余下練習1941年12月、太平洋戦争が始まると、航空機搭乗員の大量育成のため、 ヨカレン入隊者は大幅に増員された。公費1期生 -11 期生の採用数は各期二百名から千名程度であったが、十二規制四千名、十三規制以降は各期三万人以上の大量採用となる。養成部隊のヨカレン航空隊は全国に新設され、土浦航空隊の他に、岩国海軍航空隊、三重海軍航空隊、鹿児島海軍航空隊など、 最終的には19カ所に増えた。1943年から戦局の悪化に伴い、おつしよかれ連志願者の中から選抜しおつしし飛行よか、練習生とし短期要請を行った。また、1944年10月頃に海軍特別志願兵制度で海軍に入隊していた朝鮮人日本兵。 台湾人日本兵を対象にした特別兵種飛行予科練習生が新設され、特兵費1機が、オツヒ24機と同じ12月1日に鹿児島空へ配属された。戦前に予科練を卒業した練習生は、太平洋戦争勃発とともに、可視官として航空機搭乗員の中核を占めた。ゆえに選手率も非常に高く、気によっては、 約90%が戦死するという結果になっている。また、昭和19年に入ると、特攻の搭乗員の中核となり、多くが命を落としている。1944年夏以降は、非連教育も停滞し、この時期以降に、予科練を終了したものは、航空機に乗れないものが多かった。中には、人間魚雷回転、水上特攻停止用、人間嫌い膨量等の、 航空機以外の特攻兵器に回された者もいた。終戦間際は、ヨカレン自体の教育も土こうり、基地や防空壕の建設などに従事することにより、彼らは自らを土方にかけて、ドカレンと呼び自兆気味に過ごした。またヨカレン教官もこれらの任務に割り当てられることになり、三重のヨカレンでは、教官が朝鮮半島出身者を指揮し、 軍艦を隠すための穴を掘らせるなどの土木工事が行われた。人材の質についても当初のようなエリートである航空機搭乗員を養成するという意義が薄れ、大量採用を目的に、そこを不良者も受け入れた結果、市民からはよたも者にかけて与田連と呼ばれていたという。また、慶応義塾商業学校に在籍していたサッカ也は落大生で卒業が危ぶまれたため、 教授の勧めでヨカレンに入隊しているなど、成績不良の学生の受け皿として使われる状況だった。1945年6月には一部の部隊を除いてヨカレン教育は凍結され、核ヨカレン航空隊は解体した。一部の特攻要員を除く多くの元ヨカレン制は、本土決戦要員として核部隊に転属となった。教育は、普通学、軍事学、 体育のほか、精神講話などもあり、当初の履修期間は2年11ヶ月だった。その後、履修期間は徐々に短くなり、終戦直前には1年8ヶ月で、海軍二等飛行兵から海軍飛行兵長に昇格し終了した。公費の履修期間も当初の1年2ヶ月から、終戦前には6ヶ月に短縮された。終了後は、練習航空隊で、比練教育を受け、 その後実戦部隊に配備された。1日中訓練付けではなく、休憩や自習の時間もあった。18機の飛行手飛行予下練習生制度の導入以降、両制度を、こう、おつという優劣を表す名前に変更したため、また、昇進速度の違いなどもあり、練習生間での対立が問題となった。予下連航空隊を増設する際、 死が海軍航空隊のように航避のみと分けた航空隊もあった。一方で航避、乙費,費を分離する計画もあった。しかし、戦況の悪化によって、港発航空隊による航空分離計画は立ち消えとなり、末期までを引いた。地温寺にある、供養島ユカレン平和記念観光衆十一期生十月一日、入隊、千百九十一名、石井勇、加藤国王寺、 服部和夫、ありがとうございます。